今はね、表示はこんな感じになってます。どうもこんにちは。今回はですね、車載用冷蔵庫、こちらをですねご提供いただきましたので、ご紹介させていただこうかなと思います。こんな感じのね大きさになってるんですけども、車載用冷蔵庫なので、外見に比べて中はちょっとちっちゃめになってます。まあ、この中でねジュースとか冷やせたりとかすると思うので、かなり重宝するんじゃないかなと思ってるところです。でこの製品なんですけども、説明書が2つついてまして、1つはね英語で、もう1つは日本語になってます。こんな感じの日本語になってまして、この車載用のシガーソケットと、あとはコンセントでも使えるようになってます。まあ、これはね車載用というだけあって、やっぱり車で使うと思いますので、今から車でですねどれぐらいの温度になるのかっていうのを調べてみようと思うんですが、一応ですね温度計も買ってきました。今何度だ、20度弱ぐらいなんですが、これをですねこの中に入れておいて、まあ、大体の温度を見てみようかなと思ってるところです。まあ、ちょっと浮いてるので直接触れることはないでしょう。さあこれで次にね、もうねこれ新品なので、このねフィルムを外しています。新品なので綺麗です。でなんか USB の端子もあるのか、 USB 充電もできるようになってますね、すごいな。でこのオンを長押しすると消えると、で長押しすると電源が入ります。マックスモードとエコモードというのがありますけども、今回はねマックスモードで使ってみようと思います。今ですねだいたい30分ぐらい経ったのかなという感じですけど、1度に下がりましたね。ロックを解除して温度を見てみると、あ、すげえ冷やい、5度ぐらいなのかな、冷やい、すげえ。車のエンジンを切るとですねこんな感じで電源が落ちます。まあ、これでねしばらくはクーラーボックスとしての役割を果たしてくれるんじゃないかなと思います。ちょっとねこれから買い物する用事があるので、30分ぐらいまた買い物をして帰ってきて温度の変化を見てみようと思います。はい、だいたいですね20分弱経ちました。これを開けてみてどうだ、ちょっと上がってますね。まあでもクーラーボックスとしてはこんなもんかな、何も入ってないですしね。でこの冷蔵庫なんですがマイナス20度までいけるらしいんですよ。そうですね、今度は水を使って実験してみようかなと思います。水が氷になるのかですね、その辺をやってみたいなと思います。はい、水はね1本丸ごとっていうのは難しいと思うので、ちょっとね減らした状態、これぐらいかな、これぐらいの水を入れてみます。さあこれで温度にいけるところまで行ってみましょう。マイナス22度設定、さすがにマイナス22度は行くのかなって感じがしますが、これでまたしばらくねドライブをして凍るのかどうかちょっと実験してみようと思います。ちなみに今10時8分です。はい、あれからですね40分経ちました。まあさすがにねまだ凍ってはないでしょうね、まだ凍ってはないですね、やっぱり凍ってはないんですが、温度はマイナス10度、ちょっとねここの表示と日当たりはあるんですけども、確実にマイナスになってます。でマイナス10度なんで、これはね置いとけば間違いなく凍るでしょう。で凍るんですけども、またねちょっと買い物行かないといけないので一旦ここで切ります。とりあえず20分後ぐらいなんですけども、温度が上がってきたかな、やっぱりさすがにですね車の中に置いておくと温度が上がりやすいです。
はい、時間が過ぎまして今12時43分ということは2時間半ぐらい経ちました。今はね、表示はこんな感じになってます。これがロックマークなんですけども、ロックがかかってますので、こちら長押しします。するとロックが解除されました。さあ、2時間半後はどうなってるでしょうか。もうマイナス12度ぐらい、マイナス12度ぐらいで、あ、やっぱり凍ってきてますね。全部は凍ってませんが、凍りかけてるのがわかるかなと思います。うん、ちゃんと冷凍の機能も果たしてるみたいです。2時間半車のエンジンをつけっぱなしにしとくっていうのは相当遠出のドライブなんじゃないかなと思います。ちょっとその遠出のドライブでわざわざこれに入れるのかなって感じもしますんで、まあ、それよりかはね、冷蔵モードだけで使った方がいいんじゃないかなっていうような気もします。まあね、これね、上もね、ちゃんとしっかりした作りになってますから、テーブル代わりとして使うのもありかもしれません。一応ですね、注意点になるかなと思うんですけれども、こんな感じでシガーソケット、若干ね、長いのがわかるかなと思います。こちらの元々にあったシガーソケット、これにつける分には問題ないんですけれども、例えばですね、後付けでこんな感じに増設したい場合に、これね、使ってみて初めて分かったんですけど、こう刺しますよね。刺すんだけど電源が入りません。で、これをね、グッと押すと入ります。でも、この手を離すと電源が入らないと。ということで、このシガーソケットを増設したい場合は、ここのね、深さに注意が必要みたいです。で、しょうがないので、ちょっとね、インシュロックで止めるっていう荒技をやろうかなと思います。はい、ちょっとね、無茶な感じですけども、こんな感じでインシュロックで止めてみました。で、インシュロックで止めると電源は入ったまんまという感じなので、まあ、これでね、使えるんじゃないかなと思います。ということで、純正のね、シガーソケットで使う場合は問題ないんですけれども、こうやって増設する場合はちょっと注意が必要です。今度はエコモードで実験です。ポータブル電源を使ってどれぐらい持つのかっていうのをやってみたいなと思います。時間が2時45分。だいぶ時間が経ちまして、今もう12時間以上経過してます。12時間以上経過してますが、まだ大丈夫ですね。バッテリーの表示も 30% から 40% ぐらいおそらくはあるので、今が、朝の4時40分ぐらいなので、多分ね、これ朝の8時か9時ぐらいまで持ちそうですね。とりあえずこれで様子を見てみましょう。バッテリーはまだ残ってますけども、だいたい15時間は持つのが分かりました。はい、じゃあ最後にですね、この冷蔵庫どれぐらい中身が入るかっていうのも多分気になるところだと思いますので、こちらのね、サイズ感、これをね、見ていこうかなと思います。例えばね、ビール350缶になれば全然入ります。あとはね、500のペットボトルは残念ながら蓋が閉まりません。なので横にする必要があります。おそらく3本で12本なら入るでしょう。まあ、そういう理由でこういったね、1リットルの牛乳なんかも蓋が閉まりません。横なら入るという感じです。で、1.5 リットルのコーラのペットボトル、これはね、横に入ります。まあ、そういうことで、前回ですね、家族でキャンプ行ってきたんですけども、あ、マヨネーズも縦に入んないか。入りますね、マヨネーズは入るか。ただパンパンだとマヨネーズも入らない気がしますね。とりあえず今回入れてみたのはこれぐらいです。前回家族でキャンプ行った時に、家族5人で1日分の食材は入れることができたので、
まあ、キャンプに持っていく場合もですね、1泊2日ぐらいで考えるとすごくいいものなんじゃないかなと思います。ポータブル電源を使うことによって12時間以上駆動することもできますので、これもねすごくいいポイントなんじゃないかなと思います。ということで今回はポータブル冷蔵庫のご紹介でした。それでは